ルートビヒビル・ヘルムイン・バイエルンは、ドイツ・バイエルン王家の冒険バイエルン公爵家の講子。オーストリア皇后、エリーザベトの長兄。バイエルン公、マックス・ヨーゼフとその妻で、バイエルン王・マクシミリアン一世の娘であるルドビカの第一子、長男として生まれた。1859年5月28日に、アウクスブルクにおいて、女優のヘンリエッテ・メンデルと結婚した。この結婚は、 奇戦結婚だったので、ルートビヒは、バイエルン公爵家の家督相続権を放棄して、弟、カールテオドールに譲り、また妻子には、バラーゼー男爵の称号を確保した。ヘンリエッテと死別後、1892年11月19日に、ミュンヘンで女優のアントーニエ・バールトと再婚し、5歳に、ホンバルトフの貴族性を確保した。しかし、 アントーニエとは1913年に離婚した。1920年に心臓麻痺のため89歳で死去し、ミュンヘンの東墓地に葬られた。最初の妻ヘンリエッテとの間に結婚前に一男一女を設けていた。子供たちは両親の結婚に際し、母と同じバラーゼー男爵の称号を授けられた。ありがとうございます。